はい、ビーフゴーランの皆さん、こんばんは、ガツロッカーです。こんばんは。こんばんは。1月9日ですね、来年の2019年1月9日に、はい、フォースミニアルバム、クエリラが発売しますんで、ぜひ皆さんのそちらの方お買い上げ、していただいてですね、1月26日の岐阜から、岐阜県から、はい、ツアーが始まりますんで、全箇所、何箇所だっけな、5箇所かな、はい、はい、あのファイナルは新宿でありますんで、ぜひ皆さんホームページチェックしてね、遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ、正月前ということで、はい、なんかお題が届いてるみたいで、はい、あの何ですか、理想の正月の過ごし方、はい、もう分かんないです。分かんないね、はい、まあ、何回もね、正月は過ごしてきましたけど、うん、まあ、なんすかね、なんかでもあのね、やることないね、のんびりしたいけど、うん、のんびりできたとしたら、うん、意外とつまらんっていう、そうそうそう、だからなんか、うん、つまらない感じの人生を一年で一番なんかつまらない人生を、そうですね、はい、過ごしてるなと思いながら、うん、でもそれをなんか許せる、うん、自分がいるみたい な、うん、なんか正月だから許せるみたいな、そう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 、うん、だってそれがね、うん、みんな働いてる時で、確かにね、なるとちょっと病んでくる、うん、なんかみんなやっぱ実家帰ったりとかするじゃないですか、はいはい、ある年は一回そういうの一回やめにして、はいはい、みんなでマジで集まってライブしようっていう時みたいなやりたいですね。ね、1月1日誰も実家帰らなくて全員集合みたいな、うん、1日とか1日はやめましょう、1日、うん、年越し、はいはい、いやまあそうですね、みたいな、はいはい、うん、全員来る手で、まあね、まあ、まあ、でもかなり伸びしたい、まあ伸びして、はい、まあみんなで初詣行くとか、あ、そうですね、そうですね、うん、みんなで初詣行ってとか、ファンクラブ旅行で正月を迎える、正月を迎える、あ、年、あ、年越し旅行いいですね、年越し旅行ね、それいいですね、いいの、え、楽しそう、全然いいですよ、あ、マジで、うん、いや、みんながいいんだろうね、お客さんも、やりましょう、はい、はい、まあ、やってます、そんな、そのやってるか、何が、そういう泊まれる場所とかやってるか、いやいや、やってると思うよ、やってるか、多分俺勝手にもう全部休んでると思ってまあ多分旅館とかやってんじゃない、多分ね、旅館いいっすね、うん、餅つきして、そう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 ですね、朝から ねカルタとかやってやって、ね、酒飲んで、酒飲んでタコあげて、タコあげてコマ回して餅食ってね、まあそうですね、だから正月っぽいことを楽しいメンツでやりたいってことですね。そうですね、はい、うん、それが答えということでいいですか。そうです、はい、ということで以上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。